母の名前は高松陽子で、私は次女の徳田です。で、今回母が応募しました山田寺からの手紙っていう作品が入賞させていただきまして、私それを自分でパソコンで手書きでこういう小冊子を作ってあげたんですけれども、実は母は寝たきりで、ここ10年ぐらい要介護、今は5なんですけれども、最初3ぐらいから始まりまして、でだんだん悪くなってきたんですけれども、で初めは自分 の, その生まれた時から今までのことをちょっと結婚する前、戦争中のこととかいろんなことをこう話してたんですけれども、それをこうノートにこう書くようになったんですね。初めは日記みたいに書いてたんですが、その書くのも字が書けないから寝たきりで書くって難しいんですよね。私もやってみたんですけど、ですね、これが母がずっとですね書き溜めてた原稿なんですけれども、これ今回の応募の作品なんですが、ずっと同じことを書いて、寝ながら書いてるから物をこぼしたりとか、でも失敗はしてないんですよね。書き直した跡が全然なくて、ずっと一気に書いてるんですね。で最初はこんな風に原稿ノートに書いてたんですね。でそれを私がこう読んでて、面白いなって、おばあちゃんこれ面白いよこの話って言ってて、でもエッセイっていうよりも自分の自叙伝みたいな回顧録みたいな話だったんで、それはそのね、いろんなことをこう、書いてご近所の人のこととか書くと、いろいろ問題になるから小説にしたらって私が話しまして、おばあちゃんが応募できそうな探したら、熟年世代の底力どうのこうのって書いてあったから、年齢が言っててもいいんだったら40歳以上とかいう条件も書いてあったんで、おばあちゃんこれいいんじゃないって言って、こう目標をね作ってあげれば張り合いができると思ったら、もう本当にそこからですね、何かに物に疲れたようになって必死になって 100枚200枚書いてあるんですよね。でも同じようなことを何回も書いてたりとか、また行ったり来たりしてるもんですから、それを整理して私がこうまとめてあげたのが山田寺からの手紙だったんですね。あと何歳から書き始めたのは何歳ですか？もうその本当に去年この応募する、半年ぐらい前からです。今88、ちょうど米寿になったんですが、87ぐらいからですね。この全部現実の話しか書いちゃいけないみたいな、それはエッセイとか、そういう分野ジャンルもあるんですけど、あくまでも小説だから、どんな人が出てきてどういうふうに話が展開しても構わないんだから、おばあちゃん自由に書けばいいよっていういろいろアドバイスをしたら、それこそ親子でけんけんがくがくで、いやそこはそんな子そうしちゃいけないとか言いながら、次はね、はい、お夏藩の生涯とか自分でタイトルだけ考えて、今こんなふうなこと考えてる、次こういうふうな、大正時代昭和初期の話が多くて、向田邦子さんじゃないんですけど、ああいうこう大正時代のね、日常生活みたいなものをこう入れた話って私たちも興味があるんでね、昭和初期とか。どんどん母にそういうのを教えてもらいたいから、書いていってもらいたいなと思っております。